ス、怪我はないかい？大丈夫だけど、すごく苦しいんだ。ちょっと待ってて、すぐに出してあげるよ、うん、リフティは安全なところにいてね。うん。ロイ、僕と上の岩を持ち上げよう。ヘリーとアンバーは下の岩を押さえてて、うん、了解。準備はいいかい？うん。よし、始めるぞ。1、2の。引っ張って。もう少し上げて。任せろ。ヘリー、もっと強く引っ張りましょう。わかった。1、2の。さあ出て。うわあ、すごいな。さあできた。マックス、これからはもうこんな危ないことしちゃダメよ。そうさ、リフティがいなかったら大変なことになってたよ。うん、もうこんな危ないことはしないよ。ありがとうみんな、ありがとうリフティ。僕の方こそ役に立てて嬉しいよ、ポリー。僕やっと新しい友達を作る勇気が湧いてきた。僕ね、もしかしたらみんなを誤解してたかもしれない。ああ、君が仲良くなりたいって思えば誰とでも友達になれるよ。ああきっと夜にはブルームズタウンのみんなが君の友達になってるはずさ。それどういうこと？今は内緒。さあそれじゃ、今からリフティの歓迎パーティーを始めます。いらっしゃいリフティ。みんな本当にどうもありがとう。早くパーティーを開けばよかったのに、ごめんねリフティ。うわ、そんな謝らないで。パーティーを開いてくれるなんて思わなかったよ。これからは僕たちが喧嘩ばっかりしてると思わないでね。ああ、僕たちも喧嘩は嫌いさ。あとね、僕に会いたかったらいつでも広場に来てね。うん、わかった。そうだ、僕ね、マックスを悪い人だって誤解してたんだ。町外れを通って。リフティー、すごく楽しそうだね。うん、退屈してる暇がなくなるわ。ああ、俺が退屈するかもしれない。とにかく本当に良かった、リフティに友達ができて。しかもすっごくたくさんね。そうだね。元気だったかい？もちろんさ。こんにちは。こんにちはベロバさん。ところで急に来るなんてどうしたんだい？ああ、それはね。ほら、これを見てよ。うわぁ、イモムシじゃないか。これはただのイモムシじゃないんだ。すごく珍しい種類のイモムシだよ。これを虫博物館に持っていく途中でちょっと寄ったんだ。なるほど、会えて嬉しいよ。ポリー、もっと近くで見たら？すごく珍しいからなかなか見られないよ。いいよ。どうしたんだい？その、早く蓋を閉じた方がいいよ。すごく珍しいんでしょ。だからもしイモムシが逃げちゃったら大変だよ。ポリーの言う通りね。気をつけておかないと。そうですね。じゃあベレおばさん、この子たちを見ててもらえますか？おいしい餌を探してきます。わかったわ。はあ、リフティ、事務所から懐中電灯を持ってきてくれる？はい。どこにあるのかな。あっ、ですか？ジン、大変なの。イモムシがみんないなくなっちゃったの。イモムシがいなくなった？早く探さないとみんな死んじゃうかもしれないわ。一緒に探してくれないかしら。わかったわ、待っててください。聞いたわね、みんな今すぐ出動よ。了解。みんな待って。どうしたのポリー？僕、虫に触れないんだ。正直言うと虫が怖くて。やっぱりそうか。僕が言っても役に立たないかもしれない。本当にごめんね。何を言うのポリー、役に立たないなんて。ポリーが指示してくれなきゃ私たちは動けないわ。そうさ、君は僕らに指示を出して、そしたら僕らが虫を探すから。だけど
わかった。じゃあ君たちを信じて頑張ってみるよ。うん。任務完了。うわー、ベルおばさんすごいな。あー、早く。オッケー。あー、よかった。お願い、出てきて、お願い。おー、な、みんな見つけられたかな。ポリー、お、全部見つかった。うん、あと残り1匹よ。この近くにいるはずなの。いたよ。え、ポリー、君の頭にイモムシが。え、僕の頭に。ポリー、捕まえてあげる。じっとしてて。ま、待って、ロイ、僕がやるよ。いや、うん、よし、任務完了。すごいよ、ポリー。はあ、君は一体いつから虫が怖くなったんだい。それは前に木の上の猫を助けたら、たくさんのイモムシが落っこちてきたことがあって、多分その時からだね。それで虫が怖くなっちゃったのね。うん。だけど虫たちが私たちに迷惑をかけることは少ないわ。それに成長してかっこよくなることもあるし、このイモムシもかっこいい虫の子供だって思えばそんなに怖くないはずでしょ。うん。もうできたの？うん、ちゃんと設置できたわ。ステイシーのおかげよ。これからはもしエネルギーが切れそうになっても慌てなくて済むわね。うわ、すごくいいね。これでやっと安心できるよ。前にエネルギーが急に切れた時はすごく大変だったもん。そうよ。それにこの充電器は車5台分しか充電できないの。ここは緊急用ってことよ。そうね、どうしても困った時だけ使ってね。わかったよ。近くにスタンドができた。ステイシーのところまで行かなくて済むぞ。よっしゃ、充電します。動かないでください。充電が終わりました。うわ、ステイシーのところよりも早いや。うわ、本当にできたんだ。これからはステイシーのスタンドまでわざわざ行かなくていいんだな。誰も見てないよね。充電します。動かないでください。ルルルルルン、今日も満タンに充電しちゃうぞ。あれ、リフティとポスティだ。いや、君も充電しに来たの？まあそうだけど。あ、電気が。え？1台しか充電できないぞ。じゃあ1番に来た僕だね。あれは僕のだ。ダメだよ、僕たち同時に着いただろ。そんなことない、僕が先だよ。それに僕は今日忙しいんだ。忙しさなら僕が一番だよ。ねえ、今日は僕に譲ってもらえないかな。ここで充電したいんだ。港での仕事が残ってるんだよ。悪いけどリフティ、僕だって理由があるんだよ。この後すぐに配達しなきゃいけない郵便物があるんだ。僕が遅れとろ。充電します。動かないでください。ダメ。
なんてことするんだよ。割り込んだのは君じゃないか。ヘリーはスタンドの電源を切って、ロイは火を消してくれ。了解。誰が先に充電するか喧嘩したせいで火事になったの？みんな十分エネルギーがあるのに。でもステイシーの充電スタンドに行くよりもこっちの方が便利だったから。ごめんなさい。謝る相手は僕らじゃないよ。本当に困ってたのに充電できなかったみんなにだよ。ポリン、この充電スタンドはもうやめた方がいいんじゃないかしら。うん、ダメだよ。これはすごく大切なんだ。そうさ、普段は使わないって約束する。困った時だけにするよ。うん、約束するよ。うん、でもこの緊急用の充電スタンドはアンバーが考えたアイデアだ。僕はアンバーに任せる。僕も。ちゃんと約束を守れる？もちろん守れるよ。わかった、あと1回だけみんなを信じるわ。うわ、ありがとうアンバー。いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。終わりだよ。いくぞ。リフティ、ここかな。違う。見つからないな。ねえリフティー、いるの？リフティー、よかった。リフティー。あら、マックス。ベルオバさん、ビルダーさんには返したの？返す？あ、まずい。そうだそうだった、今すぐ行くよ。マックスは慌ててるみたいだね。用事を忘れていたのよ、パトロール中。はい、問題はないですか？嬉しいことに今日は平和よ、ベルオバさん。あ、誰かいるの？僕だよ、リフティ。マックスには内緒だよ、かくれんぼしてるんだ。リフティ、マックスはいないわよ。そんな。リフティ、ここにいるの？見つけた、リフティ。話すことはないよ。リフティ、どうして僕を探してるんだ？君に謝りに来たんだよ。話を聞いてくれないかな？いやだ、聞かない。何を言ってもダメだよ。リフティ、待って。気をつけて、ゆっくりな。大丈夫、平気だよ。まずい、ベルおばさんに言いに行かないと。どうして落とすんだよ。
そうだぞ、もっと注意して持ち上げなきゃダメだろう。話すことなんてないからもうついてこないで。ねえ、前みたいに仲良くできないの？もう来ないで。近づいてきたらもっと怒る。そんなリフティねえ。来るなって言ってるだろ。そこにいる。波が強いから流されていったんだ。エリー、二人のことを落ち着かせて。任せて。僕と来て。了解。よし、行くよ。流されてる。ねえマックス、僕を一人にしないで。よし、もう少しだ。アンバー、ヘリーのところへ。ロイ、僕たちはマックスだ。了解。ヘリー、これを。怖いよ。ボリーマックス。マックス、もう大丈夫。どうもありがとう。ポリ、行くよ。捕まってて。はっ。お店はトンネルの先だ。通行止め。どうする。帰る橋を通ろう。そこが一番近いよ。心配するなって。そんなに遅れないよ。ダメダメダメ、1分でも1秒でもコンマ1秒でも遅れたくないの。分かったよ。これはまずい。通行止め。帰る橋を通ろう。じゃないと遅刻だよ。分かった。もっと急がないと。待って。悪いんだけど、先に渡らせてくれないかい？歌の練習に遅刻しそうなんだ。それは気の毒だが、俺たちもかなり急いでる。工事の材料を取りに行くんだ。でも先に渡らせて。練習をまるまる休むなんて悪夢だよ。セレモニーの心配の前に、駅の工事が終わることの方が大事じゃないの？セレモニーが一番大事だってば。悪いけど先に渡るからね。デリー、行っちゃって。ちょっとずるいよ。戻って。すぐ済むからさ。デリー、早く。急かさないでくれ。橋が狭いから下手をすれば挟まってしまう。これじゃ日が暮れる。もう待てない、行くよ。どこに行くんだ。デリー、それでも動いてるの。早くして。待ってくれよ。何してるんだろう。もしかしてジャンプするつもり。えい、やったぞ。
え？ブルだ！ダンプ！リフティーどこに行くの？助けてリフティー！ちょっと待ってて！僕に捕まって！俺はどうすれば？ジン、いつまで待てばいいの？あの二人遅刻がちょっと多すぎだよ。今日は来るって言ってたんだけど。テリー、どこにいるの？ジン、そっちに向かう途中で事故にあった。事故にあった？あ、ジン、どうしたの？ダンプ、ブルナ、リフティがカエル橋で助けを求めてるわ。みんな、今すぐ出動よ。了解。大丈夫、すぐに助けてあげる。ロイはクレーンの準備を、他のみんなは一緒に降りよう。了解。助かった。演技の完成が延期になる？そうなんだ。これ以上急いだらまた事故が起きてしまうだろう。ごめんなさい、僕たちが失敗したせいです。気にするな。とにかくみんなが無事で本当に良かった。みんな本当にごめんなさい。僕があんなに急がなければ事故は起きなかったんだ。リフティ、僕たちのせいだよ。君たちが忙しいことを理解してあげられなかった。そうだね。わしらの知らないところでみんなも大変な思いをしていたのか。ビルダーさん、俺たちが工事を手伝いますよ。みんなで協力すれば予定通り工事が終わるかもしれません。それはいいアイディアだね。僕たちも手伝いますよ。協力してくれるのはもちろんありがたいが、君たちはセレモニーの準備もあるだろう。大丈夫ですよ。みんな一緒ならいつでも練習できます。その通り。16、17、18。セイル。ああ、リフティ。何してるの？星を数えてるんだ。なんで？眠れないの？変だよね。いつもはすぐ眠れるのにさ。待てよ、君はキャンプに行くんじゃないの？ちょっと遅れていくよ。セイル、僕に任せて。子守歌を歌ってあげる。僕に悪いからまだ出発していないのかい？わかった、歌ってくれるかな。僕が寝たら君も心置きなくキャンプに行けるしね。ああ、じゃあいい？眠れ眠れ海が聞こえる、まぶたを閉じれば。眠くなってきたよ。ありがとうリフティ、ありがとう。いやー、セイルじゃないか。こっちだよ、セイル。いやみんな。待って待ってよ。セイル、寝ちゃった？赤ちゃんみたい。いい夢を見てね。みんな、作戦を実行しよう。了解。もうちょっとだ。よし、はい、そこ。待った、テリー。セイルが大きすぎてトンネルには入れないよ。そうみたいだ。向こうの道で丘を登っていくことにしよう。
坂が急すぎる。もうちょっとだよテリー、もう少し踏ん張って。分かった。どうした？待って。セイル、セイルは無事か？なんとか。セイル起きちゃった。おう、リフティいたのか。夢の中でキャンプできたよ。おう、もうわあ、なんで坂道に。頼む、動かないでくれ。俺たちはセイルをキャンプ場へ連れて行くんだ。え、君たちが。セイル、誰をゲストに呼んだらこんな遅くなるんだ。助けて。なんてこった、すぐに行かなきゃ。待っててね。ジン、パトロールは終わったからキャンプ場に向かうね。予定変更よ。雲の坂で事件発生。ヘリーの情報ではテリーとリフティが危ないの。レスキューチーム全員で今すぐ向かって。了解、みんな行くぞ。無事かい？僕はなんとか。アンバー大丈夫？ギリギリだったけどね。つまりリフティのびっくりするゲストっていうのはセイルのことだったんだね。そのセイルが一度もキャンプに行ったことがないって言うから連れて行ってあげたかったんだ。あ、リフティ、すまんセイル、こんなはずじゃなかったんだ。もういいさ、キャンプには行けないけど、こんな優しい友達がいると分かったからね。うん、今日はもう一つ仕事が残ってるみたいだね。みんないいかい？うん、うん、ミッキー、この辺りでメダルを見なかった？メダルですか？見てないけど。はあ、どうしましょう、すごく大事なメダルなのに。もしないなら誰かが取ったのかも。そんなことできるのって、まさか。わあ、だな。リフティ、本当にメダルを知らない？僕は知りませんよ。もしかして疑ってるんですか？あの箱を事務所へ運んだのはあなただし。僕は取ってません。僕は何も言わずに人のものを持って行ったりしませんよ。絶対そんなことしません、僕じゃありません。リフティ、おばさんひどいな。僕がおばさんの大事なメダルを取るわけないのに。まさかあの箱を事務所へ運んだ時に落としたとか。あ、きっとそうだ。どうしよう。どこかな。どうしよう、どこにも見当たらない。メダルかな。みんな待って。今の誰の声？僕リフティだよ。土管の中にいるんだ。どうしよう。とにかく下ろさなきゃ。下ろすんだってば。分かってるんだけどできない。壊れちゃったんだ。Thank you.
で様子を見てくれ。了解。うわー、落ちちゃいそうだよ。頑張るんだレキ。なんとか頑張ってる。みんな、ヘリーリフティー、もうすぐみんなが来るよ。頑張ってね。来た。ジンに修理してくれるよう頼んでおくよ。うん、ありがとう。こんなことになったのは私がリフティを疑ったせいなの。そうだったのか。もしかしたら地面の下に埋まってるのかも。それどういうこと？これは僕の想像だけど、ミッキーがコンクリートを流してた時にリフティがここにメダルを落としたんなら、コンクリートの中にあるのかもしれない。ミッキーは気づかずにコンクリートを流したってこと？うん。じゃあ本当に地面の下にあるか調べなきゃ。しっかりね。頑張ってね。メダルを発見。メダルを発見。やったー、見つけたわ。ほら見て。わー、本当だわ。リフティ見つかったわよ。本当によかった。ここで仕事をするの？ああ、じゃあ早速あそこにある荷物をあっちの棚に種類ごとに並べて、潰れてる箱はあそこにまとめておく。割れ物注意の荷物は特に気をつけるんだ。いいな。うん、わかった。リフティ、その荷物は割れ物だろう。リフティ、俺が君なら一度に2箱、いや3箱ずつ運ぶけどな。どうやら君にはここの仕事が合わないようだ。そんな、ちゃんとお仕事できるよ。もう一度チャンスをちょうだい。よし、次で最後だぞ。俺が町から戻るまでに仕事を全部終わらせておくんだ。いいな。わかったよ、ありがとうデリー。やっと運べた。あれ、もうエネルギーが切れるのかな。どうしよう、片付けなきゃいけない荷物はまだこんなにあるのに。リフティ、リフティ、ペロおばさんだ。リフティ、どこにいるの？僕を追い出すつもりなんだ。帰ったのかしら。警備システムが作動しました。ペルおばさん、ペルおばさん、どうしよう。あれ、シャッターが閉まってるぞ。もう諦めて帰ったのかな。助けて。え、リフティ、この中にいるのか。助けてテリー。
ポリー、リフティの身に何かあったみたいなんだ。中に閉じ込められてて、いくら呼んでも返事がないんだよ。大丈夫だテリー、リフティはきっと無事さ。アンバ、警備システムを解除できる？やってみるわ。解除できたわ。よし、急いで入ろう。うん、いたぞ。だけど全然動いてないよ。急がないと。うん。リフティ、しっかりして。さあ、リフティ、ねえ、気がついた？うわ、みんななんでこんなとこに集まってるの？ああ、僕エネルギーが切れちゃったのか。そうだよ、テリーがすごく心配してたんだから。本当にごめんよリフティ、俺があんなに厳しくしなきゃこんな事故は起こらなかったのに。違うよ、僕がダメだからこんなことになったんだ。やっぱり君の言う通り、僕はこのお仕事に向いてないって分かったよ。そんなことないよリフティ。ああ、そのつまり君は誰よりも素晴らしいアームを持ってる。そうだよ、その素晴らしいアームがあるから上手に荷物を運んだり並べたりできるんだよ。そうさ、だから元気出して。みんなありがとう。